さて皆さん、先ほどの企画だったんですけれども、僕がですね、風船の差が、風船じゃないや、ダイシールの差が1ポイント、50ポイントで計算しようということで、100ポイント差をつけていたところだったんですけど、のんちゃんがね、60点しか追い上げられなかったので、僕の勝利となりました。なので、のんちゃんに罰ゲームをしたいと思います。罰ゲームって言い出したのはのんちゃんだからね。違うよ、いけえ？ないよ。のんちゃんからじゃなかった？罰ゲームやろうって。違俺だって罰ゲームって言ってなかったよ。リスナーさんが言ったんだっけ？負けると思ってなかったでしょ。じゃあ罰ゲームいきますか。グヌーっつって。一服する？タバコ吸ってきな、じゃあ。今のうち。あれ？ポカリにしてくる。シールがすげえ余ったんだけど。なんかに使おうか 1個100円で済んだ、この企画。まあ、使うでしょ。何かしらで。罰ゲームいったのミノムシさんか。じゃあ、ミノムシさんがのんちゃんを、こう、罰に追い込んだ。まあね、後のね、スーパーヒーロー、コンドームウーマン。アネと飲んだ？飲んだ。後のスーパーヒーロー、コンドームウーマンの誕生である。やっぱこういう企画面白いよね。リスナーさんも誰でも参加できるっていうのは。のんちゃん負けたらのんちゃんも罰ゲームって言ってたの。え？のんちゃんが負けたらのんちゃんも罰ゲームって言ったのは和道さんだから。なんで俺にだけ罰与えようとしてんだよ。罰ゲームじゃない。それただの罰だろ。おかしいでしょ。俺にただ罰与えてるだけじゃねえかよ。どういうことだよ。理屈がおかしいだろ。理屈が。俺に罰与えたかったので。俺、罰かぶってもいいんだけど、別に。コンドームマンは見慣れてるでしょ、みんな。コンドームウーマン見たいでしょ。サンシャインさんいらっしゃい。ちょっと俺見たいね。別に俺がコンドームかぶるの罰ゲームでも何でもなくて、キャラクターなんだから、いつでもかぶれるからね。頑張ります。ありがとう。頑張ります。ありがとうございます。こんばんは。たくさんいらっしゃい。
ごめんね、たくさんいじってもいいですか。あのね、アットマークの使い方間違えてる人結構いるんだよね。アットマークの使い方って知ってる？アットマークってどういう意味かわかる？みんな。え？びっくりマーク。違うよ。アットマークって所属をしているとか、そのどこの場所にいるって意味なの。だから岩手アットマークタックさんの場合だと、タックに所属している岩手さんっていう固定派になるの。でもこれ逆じゃない？多分岩手に住んでる、岩手に所属してるタックさんだから、タックアット岩手じゃないの。げっそりしてんな。じゃあ準備いいですか、のんちゃん。はい、うん、うまくかぶせるのやってください。え、かぶせるの。俺がやる。なんでできないでしょ、変身。だから結構ヌルヌルになるよ。結構きついよ。うん、みんな準備 OK ですか、のりこの罰ゲーム。頑張ります。ああ、あのトラックに乗ってた人かな。栄太郎さん、トラックに乗ってた人かな。違うかな。水戸でね、突如したの、あのご飯をおごってくれた社長さんとトラックの人と、あとね、納豆定食をご馳走してくれた人と男の人は、多分この3人だと思うんだけど、多分ね、どの人だろう、トラックの人、食事した、あー、納豆定食ご馳走してくれた人だ。ありがとうございます。その節はご馳走様でした。ありがとうございます。納豆定食をご馳走してくれた人、うん、彼女だよ。カカオちゃんいらっしゃい、初見さん。じゃあ皆さん準備 OK だったら手を挙げてください。罰ゲーム開始します。準備 OK でしょうか。オッケーかな。テーマソング流すからね。頑張ります。ありがとうございます。よし、オッケー、オッケーですか。これタイムシフト残さないからね、皆さんよろしくお願いしますよ。オッケーですか。真ん中に来ようかな。聞こえない、音楽がガンガンに流れてる。気をつけてください。気をつけるって何？気をつけるの意味が分かんないけど、生まれる生まれる、自分からかぶりに行って。これ超難しいんだよ。自分じゃないとできないな。これさ、自分で手入れてできない。結構パワーいるよ。あ、ちょっともっと奥、もっと奥。そう。で、指やるとあれ剥がれるから、そう、パワーいるんだよ。あ、破けちゃう、破けちゃう。もっと指をまっすぐ、指をまっすぐ。そう。じゃあそれだって破ける。かぶってかぶって。いけるいける。違う違う違う、顔が映ってるから。頑張れ頑張れ。鼻の下まで手を滑らせる感じ。こう、のんちゃん、こう下ろしていく感じ。
まっすぐしたい。これ難しいんだよ。頑張れ頑張れ。あーダメだな、下手下手。これ無理。一回戻そう、一回戻そう、一回戻そう。あ、どこやった。じゃあいいや、あの缶から新しいの取ってきて。これ難しいんだよ。あそこの缶あるでしょ、三角の左の。これ難しい、テクニックがいるんだよ。俺が見本見せるからよく見てて、俺が見本見せるからよく見ててよ。まずね、見本見せるよ。こうやってやるじゃん。で、空気入れる。見てて。ね。で、伸ばすの。くるくる。で、手を奥まで入れるの。わかる？この先っぽのところ。で、これをこうやってやっちゃうと割れちゃうから。だから、こう指はこう丸く。見てて、ここまで奥までこうでこうで伸ばす感じで、いくよ、見とけよ、見とけよ。こうやってやったら、おでここの眉間のところにここに飛ますので、こうすごい行くよ。これをこう。こう。わかる。奥まで。おっと。おっとこう。そう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 。あ、引っ張っちゃダメ。引っ張っちゃダメよ。ダメダメダメ。ゴムが伸びちゃう。もっとゴムを感じて。もっと違う違う違う。ノンノン。でかい！おっと！それじゃない。奥まで、指の先を。指の先をね。こう、くねらしていってほしい。ふーって、ふーって。そうそうそう。そうそう、そうそうそう。そうそう、もっと奥まで。で、今度はこう広げる。こう、こう全体的に、こう。足りない。もっと、感じてもっと、こう、いろんな方向にゴムを。そうそう。じゃあ、指が、ま、ここに指。そう。そう。そう。で、こう。手首をこう、こう、こう、こう。そうそうそう。で、行く。行っちゃおう。頑張って。頑張って。できる。必ずできる。諦めないこと。もっといけるって。
いけるって頑張ろう。俺ができるんだから、のんちゃんもできる、絶対できるから。そうそう、いいよのりこ、いいよいいよ、絶対できる、絶対にできる、絶対にできる、頑張れ、いけるいける、頑張って頑張って、いける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 、いけるよいけるよ。で、下ろす、のんちゃん指を下ろしていって、違う違う違う、広げなくていいよ、指を下ろしていくの、指を下ろしていくの、そう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 、指を下ろしていく、手を下げていくの、違う、のんちゃん頭を下げるんじゃない、そう、指を下げていくの、手を引いていくの、下に下に、こう見て見て、こう下ろしていくの、そう、見える、うんうん、行こう行こう行こう、で空気入れて、空気、いいよいいよいいよ、指抜こう指抜こう、いけるいけるいけるよ、のんちゃんいける、のんちゃんいける、のんちゃん指を抜いていくの、はあ、あああ、あのんちゃんで、ふーんって鼻で息してごらん、ちょっとこっち向いて、こっち向いて、これ稲中卓球部の光の加減でこっち、怖え、近藤ヌーマンの誕生です、皆さん痛いでしょ、ちょっとこれブーじゃないよ、プーじゃないよ、こっち向いてこっち向いて、もっと笑顔欲しい、はい、なんじゃ一言お願いします、嬉しいです、はい、ということで罰ゲームでした、のんちゃん最後カメラ目線で、のんちゃんお疲れ様です、皆さんおやすみなさい、お疲れ様です、お疲れ、もっと絵が欲しいな、これ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。